まあ、外国人相手でもしっかりこう体を張って、まあ、前線でキープするっていうのと、あと隙があればターンしてその、まあ、ターンしてシュートまで持っていくとか、あとは裏に抜け出してチャンスを作るとか、そういうあの前を向かせたら怖いところも見てほしいなと思います。チームのために点を取るっていうスタンスはあのベレザでも代表でも変わらないんで、まあ、それはもう本当、まあ、90分通してあのしっかりやっていきたいなと思います。1試合に1ゴールは取りたいなっていうのを思います。はい。